脳科学研究所脳科学総合研究センターで主に聴覚性障害、聴失病という病気の脳科学的な研究をしております。加藤忠文と申します。最初にちょっと今回の企画の出資説明をさせていただきたいんですけれども、あの来年でですね、脳科学研究所が100周年を迎えまして、100周年ですね。はい。ありがとうございます。え同時にですね、この脳科学総合研究センターも20周年ということなんです、ね。まあそれでこの。えー 脳科学でこれまで20年何が分かってきたかをお伝えしつつ今後、脳科学が外のいろいろな世界とつながっていくんだというイメージで「脳科学つながる」と題しまして20周年のベイベントを行っておりますでそのトークイベントの記念すべき第一回としてこの度伊糸山明子さんをお迎えしましたどうぞよろしくお願いします。 皆さんご存知かと思いますけれども、昨日ですね、この糸山さんの白状、これが谷崎純一郎賞に決定いたしました。おめでとうございます。もう今日お忙しくて、これもキャンセルになっちゃっうから心配してたんですけれども、えー、こちらにおいでいただいて本当にありがとうございます。内容自体はですね、その、えー、都会と、えー 地方の教会におけるそのよそ者と、えー、仲間というのの教会みたいなその人間関係の距離感みたいな、えー、ところが印象的なんですけれども、この選票を拝読しますと、えー、哲学的な経育や理科的な比喩も効いているというふうに書いた、えー、こういうところにあの、えー、審査員が注目したのかなと思って、ちょっと、えー、びっくりしたんですけれども、えー、ちょっとだけ紹介させていただいてよろしいですか。ありがとうございます、えー た例えばここにみかんがあるよねこれはね目で見てるけれど目が判断してるわけじゃないんだ視神経を通って脳で見てるえ中略 <laughs> 君が見ているみかんと僕が見ているみかんは違う見えるものはみんな違うわけだよこういうような表現が出てくるんですね いやーいつもこういうこと考えてらっしゃるんですから <laughs> 割とそういうこと考えるの好きですねいやー本当にその普段からこの脳科学的なことを考えてらっしゃるのかなと思って実は糸山さんはですねこのえー、えー、ラジオ番組を持ってらっしゃるんですけれども、はい、でその、えー、ラジオ高崎でしたっけそうですラジオ高崎それでこの間私あの日経サイエンスの記事私の記事が載せていただいた時にこれを取り上げていただいたんですけれども なんと、毎週これをやってらっしゃるんですはい、はい、そうなんですいやこの「日経サイエンス」を毎週取り上げられるその作家の方っていうのはなんか不思議な感じがしちゃったんですけれどもどうしてこういうのを始められたんですかあのそもそもそのラジオ番組はあの金曜の朝の5時45分から6時45分までの1時間の生放送を、ね、ののます。で真っ暗なんですあの、ま、真っ暗っていうかまだお店とか何も開いてないんですねその時間 ところ17分かなで新幹線で遠くに行く人が駅までこうちょっとねこうテンション上がってきても何もないわけでそこで一つだけこうスタジオだけが灯りがついててこんなおばさんが喋ってたら面白いじゃないかと、うん、でそういうことで、まあ、始めた番組「お前様」って番組なんですけどでだけどこ,うこれから遠くにあの例えば出張のね 方とか、うん、やっぱりビジネスマン多いわけです何かビジネスマンが小ネタとしてお昼休みに同僚の方と話せる話としてはちょっとやっぱり科学的な、うん、あの素材について作家がこんな風に解釈してたっていう話はありなのかしらと思ったんで一つやっぱりその科学的な科学性的な話題っていうのをコーナーを作りたかったというのがあ,あのコーナーを作った。 なんかその新幹線の駅のサテライトスタジオでラジオやってらっしゃるっていうのもなんかこの高崎でできた種が風でに乗っていって各地でこの花を咲かしているみたいな生物学っぽいイメージです、ね、そうなんですすねそう鳥があの種をつけたりあ,あるいは獣がふわふわした種をつけてどっか行ってそれが、ね、芽生えるみたいにこう意外な場所でこう。あの 流行ったら面白いなと思ったんですうーんいやー面白いですた糸山さんと、えー、生物学というとですね皆さん、これ読まれましたかこの「小松とう佐ちゃん」これ自体も非常に趣、えー、深い、えー、中編なんですけれどもそれに一緒に入っているネクトンについて考えても意味がないというお話があるんですけれどもこれがねクラゲの話なんですけれどもそのクラゲに精神が生まれた瞬間 これがね、ね。文学になっってるんんでですすよ。ちょっと読んでみます、ね、です <laughs> 僕だって他のクラゲとは話したことがない自分の他に精神を持ったクラゲなんて見たこともないんだ僕には脳がないから精神だけが何かの形で埋め込まれてしまったんじゃないかな突然変異かもしれないこれまさにね、うん、脳ができる瞬間精神ができる瞬間を描いてらっしゃるんですよ。びっくりでそ <laughs> れは本当にあの、 いや、先ほどお話聞いてびっくりしたんですけど、実はあの、ええ、今回20周年の企画なんですけど、はい、10周年の時にこの夢見る脳科学地図っていうのを作ったんですけども、その隅っこの方にですね、クラゲ、これですね、クラゲがいるんですけども、脳の方がみたいなものがクラゲだと。 えー、脳の最初の、えー、ものがクラゲなんじゃないかって言って書いたんですけどもその脳ができる瞬間を伊山さんがこの書いてくださったのでですね脳より精神の方が先なんですか、うん、いやそれがね、えー、この解釈だなと思って僕らから見ると、まあ、神経があって電気の反応があって、うん、それでまあ脳がまあいろいろ、えー、あの集中のしたまあセンター機能なわけですね。うん 何か精神みたいなのができちゃった瞬間にそれが進化の中であのポジティブに働いたから脳がどんどん膨らんできたと思うんですよね。はい、だからその精神っていうのができてしまった瞬間それが一体何なんだっていうことを考えさせられてしまったんですけれども例えばそのいろんなホルモンのことがあるじゃないですか、はい、でこれはその脳だけで考えてるんじゃなくて、うん、ホルモンなんていうのはあるものは腸で分泌されるわけですよね。 う脳で頭上の方で分泌すれば近いのに全然違うところででもなんかそれもそれこそ,その全身が何か神経っていうこともさっきの視神経もそうですし全部脳で集中してるわけでもないですねいやすごく興味のある分野ですけれど。 でこの、ね、糸山さんの,この本の中にはです、ね、クラゲの精神が光っている描写があるんですけれども一見どこにでもいるような水クラゲだったが彼には仲間の他のものと明らかに異なる点が1つだけあったお椀のような傘の中に精神が透けて見えていたのである精神は黄色から水色紫からピンクへと変化しながら光っていた。 何かを考えるとき彼の精神は音声や振動を表す緩やかな波形のように見えたびっくりしたときには稲妻のような激しい形になった。まあ、こういうい記載なんですけどもうん、うんはい 我々の脳科学総合研究センターではいろいろこういう脳を光らせる研究を皆さんやっておりましてですねえついこの間発表されたこの風間チームリーダーの論文にはこんな図がありますけれども脳がまさに光っているとでこの光っている様子を見てえこ,のえこれはハエなんですけどハエの脳なんですけどもこのハエがえこの匂いを好きか嫌いかなんていうことをえこの光を見て判定できるなんていうそんな論文を風間チームリーダーがこの間出されたんですけども。 いやこういう研究をご存知だったのかなと思ってっそういうわけじゃないんですか我々の科学っていうのはですねいわゆる人文社会科学で対象にしていること人の心であるとか社会とか人間関係とか、はい、まあそういうことに興味を持っている研究者が物理とか化学の手法を使って で脳という物体を研究することで心とか社会を研究するとだから目標は人文社会科学で、はい、手法が、えー、物理科学なんですけれども糸山さんの作品を拝見しているとあのぶ ななんていうのかな生物学とか自然科学の興味がお持ちでそれを文学という形で表現されているというまさにこの脳科学と双方、えー、的な関係にあるような気がしてでも例えば白杖の中にも雲が、ね、たくさん出て雲の,の中ではある一定の割合であのオスを食い殺してしまうメス雲がいると。で その水雲の中でも何でも食い殺すタイプとあのそれから自分より小さいあのオスだけ食い殺すタイプとでそういうのがこう研究、まあ、それもサイエンスで読んだわけですけどで、まあ、それの話を小説のところで。 いやでもそこを拝読したときにあのそういう雲がいるのも面白いけれどもこんな雲のことを研究している研究者がいるっていうのでそっちも面白いねって書いてあって <laughs>、まあ、我々面白がられちゃってるのかな <laughs> と思ったりしたんですけれども実はこの20周年の企画を、えー、しているときにですね、えー、科学の営みを幅広く皆さんに伝えるために私、はい、あのさ街中で。 脳科学したらどうだとか言って、うんえー、ストリートサイエンティストっていう企画を考えたんですね街中で突然脳科学の議論を始めるとかですねおおんかすごい <laughs> あのなんか実験的演劇みたいなことを今想像したんですけどやろうかと思ったんですけど、ええ、あっという間にボツになりました <laughs> でそれはボツになったんですけども、うん、その後ですね糸山さんがこの、えー、高崎の駅で えー、執筆をしているところをみんなに見せるっていうご存知ですか皆さんあの前橋の公園ですあ,あれすを拝見してなんだストリートサレンティストもやればよかった本当に糸山さんがそれをやっていらっしゃるのでびっくりしたんですけれどもでも私新幹線の中でも原稿を書きますよあそうなんですねあの本当駅のベンチでも書くしもちろん喫茶店でもああうちが一番ダメですね自分の机がなるほど <laughs> ぜひその一度糸山本を見に行きたいなと思います、えー、ぜひ遊びにいらしてください、えー えー、実はですね私糸山さんと初めてお会いしたのはですね、えー 日本双極性障害団体連合会というのの立ち上げ講演会というのをやりましてその時に糸山さんが作品を書き始めたのがその双極性障害相うつ病という病気で入院している間だったっていう話を伺いまして是非 <laughs> この双極性障害のお話をしていただけないでしょうかということでお願いさに伺ったんですけれども、まあ、その場でも非常に素晴らしいお話をしていただいたんですけれどもこの双極性障害っていう病気に関しては 私はこの、まあ、28年間ずっと研究してるんですけれども、はい、まあこれに関して普段感じてらっしゃることとか何か疑問に思ってらっしゃることとかございますかそもそも、喪失病が双極性障害になったのはあれななんんでですかあこれ、ね、微妙なんですけれども、ええ、あの他の精神疾患例えば統合失調症っていう病気だと前の名前が。 偏見が染みついちゃってるから変えましょうっていう話になったんですけどもそううつ病って別に偏見ってことはないと思うんですけれど、ええ、まあ何ででしょうかね<や> <laughs> うつ病と混乱するからじゃないでしょうか、ね、非常に私が気になっているところが病気から障害になったわけですね、うん、で病気の定義と障害の定義って違いますよね。 あの病気っていうのは原因が明らかになっていて、はい、あの病理学的な基盤が明らかになっているものを病気と言いまして精神疾患の場合はまだそこまで分かってないから、ええとりあえずディスオーダーと呼んどこうということなんですね、はいはいで。ディスオーダーっていうのの日本語訳が障害だったんですけども、はい、障害ってディスアビリティっていうのも障害と呼ばれてるんですよね。そととずっと 変わらまあ、あ,るある意味変わらなくてそれと付き合っていくものが障害で病気っていうのはその治るっていうイメージを、ね、ついあの一般的に持ちがちでそれもしかして病気から障害になったってことはあのうつ病とは違う箱に入っちゃったのかなっていうの,あのすごくこの躁うつ病から、まあ、自分のねあの持病が変わるっていうのは えっていう感じがありました。いやあのこの聴覚性障害の障害っていうのは、はい、ディスオーダーなので偏聴みたいな意味ですね。なるほど。 でただ、精神障害って言ったときにはディスアビリティって言って身体障害、精神障害知的障害っていう3障害としてあの福祉の支援が得られるとまあそこはねあえて混同させてるところがあるんです一時的な偏調だと障害年金とかもらえないじゃないですかでそれを精神障害だからっていうことで厚生労働省がいっ一旦登録すると障害年金を出してくれるっていう仕組みになってるんです。 すみません,なんかマニアックなな話しました <laughs> いやでも本当に分かりにくいのがえーとその相うつ病から双極性障害になったそれから1型2型っていうことが双極性障害になってからですかね1型2型が言われるで1型と2型まあこう見るとは自分は1型なのかなとは思いますけれど。 どこが違ううんでしょ双、はい、極性障害っていうのは双状態っていうのとうつ状態っていうのがあって、はい、そのどちらでもないときは、えー、全く何も症状がないということでその双や鬱を繰り返すっていう病気ですけれども、えー、その双ていうのがあの本人が困るか周りが困るぐらい激しいやつが1型ですね。はいで まあ本人としては困らないし周りにもそんなに影響は大きくないっていうのが苦手ですよね。でも今の定義ってあんまり科学的な感じしませんよね先生科学的じゃないんですよ、<laughs> 本当に。なんかその程度の差かしらってこう知らない人は思ったり。あります。前ね私があの初心した患者さんで なんだっけな患者さんがその、えー、層になって、はいえー、100万ぐらいの円を56枚買ったとかおっしゃってるので、うん、あこれは買いあさりだ、はい、1>, 1型だ、はい、1> め迷惑にかけていると思って、はいえー、カルテに書いてたんですけど隣の奥様が、まあ、ポケットマネーですけどねとってあおっしゃるんで <laughs> ちょっと金銭価格が違ったかなと、まあ、そういう場合型型か2型か分かんんないんですよあともともとの性格がの割と穏やかな方ともともとの性格が。あの割と 結構もものすすごく明るい人でも違ってきますよねそうですね、元から見て、えー、え人が違ったようになっているというのが躁状態の基準で、前、私が双極性障害と診断された方は、普段がものすごく静かで、ほとんど喋らないという方なんですけれども、えー、そうになるとちょっと喋るべると <laughs>、まあ、この差があるというような、いい方もいらっしゃいますね、えー、私なんか割りと、もともとはほがらかだと思うんですね。 ただやっぱり病気になってからそこはぼやんとしたところがずいぶんあったんですけれどうん、うん、それによっても違いますそうですねだから元の性格にも影響されるしあの今の診断基準っていうのはあのハイな気分があって周りに影響を与えるようないろいろな行動があるとか全くその、えー、会話したり観察したりとか、えー 経過を伺うとかそういうことに全く頼っていまして他の病気っていうとインシュリンがどうだとか血糖値が高いとか検査がありますけれどもどうしてもそういう点で精神医学っていうのはまだままだだなところがありますね、まあ、そ加藤先生はその研究の利権、あのーはい、でされている研究とそれからお医者さんとしての臨床と両方。 そうですねこれがあのまあ平日は利権で研究していまして土曜日に診療してるんですけども同じ双極性障害という病気に取り組んでるんですけどもほとんど重ならないんですよね残念ながら臨床で患者さんの脳のことを考える瞬間って全然ないんですよ、うん。<laughs> 検査もないですしお話をするわけですけど、はい、お話をして薬を考えるっていうのはあるんですけども、はいまあ、お話をすることを介してこの患者さんが脳がどうなっているのかということを推測はしているんですけれども、はい、脳を見ているわけじゃないですよねだから今の精神医学っていうのは、えー、まだ脳科学というものと十分につながっていないと言わざるを得ないところがありますですね。ええ、あの先生のこのサイイエンスのインスタビューで、はい まあこれはえっ、ー、と文章の中で書いてるんですけれど、あの脳に生じた異変を物質ベースで突き止めることができていないと、で、あの要するに形で見えてないうん、うん、いうことですよね。まあそれを見えるようにしたいと思って、えー、ずっと研究を続けてきました。えー、でもこれは本当にあの例えば自分だけじゃなくて周りにそういうあのー。 まあ本当に精神障害全般そういうところあると思うんですけれどこう情緒的に解釈したらいいのかでも科学的に解釈というほどは科学は進んででいなそうですね、うん、あの診察室でもいつも困るのはですね患者さんがこういらっしゃって具合が悪いんですと。 はい、あどんなふうに具合が悪いんですかと伺うと上司がねちねちといやらしいことを言ってあのそれでムかっときましたとか言ってそれ具合悪いっていうより誰しも向かっときますよねみたいなお話だったりしてだから病気の部分っていうのと誰しも起きる不快な気分とか嫌な感じ、まあ、このうつっていうのと、えー、日常の感情っていうのの区別っていうのがつながってるんですよね。 でその生活上の変化とか生活上の変化精神の変化というのをこれをそのあの本当にこう例えば何もやる気がしなかったりあるいは後で後悔するようなことを言ってしまったりする患者がこう自分の言葉でしゃべらなきゃいけないあのやっぱり診察自体短いのがあの短いお医者さんがほとんどじゃないですか他の患者さんがもっと辛そうな方がいっぱい待ってるのを。 中で長くて10分短いと78、うん、分だったらその78分で最大限の答えを引き出すようなほとんど何も言えなかったっていうような場合もすごくその病気の方ではそういう診察の中でうまくドクターとコミュニケーションしていくっていうのもそうだからその問診のためのコミュニケーション能力を 自分で管理しななきゃいけないけこれは病人がそれで,でそれがまあお医者さんとのコミュニケーションそれから家族とのコミュニケーションそれから例えばか、まあ、会社を休まなきゃいけないあるいは社会的にその自分がこういう病気なんだっていうのをこ自分で説明しなきゃいけないでも明らかにもう何も言わずに寝てた方がいいよっていう人がそれをそれはもうあの我々の非常に悩み ですよね。なるほどね。だから、<そ>世間にどう説明していいのかっていう、う何かそれがわかるといいですよね。うん、なるほど。あの、伊丹山さんの、え<っ>。えー 初期の作品の中でこの「逃亡クソたわけ」と「イッツオンリートーク」はい、この2つは両方とも主人公が双極性障害双うつ病ですよね、はい、だけどすごく対照的で「えー、逃亡クソたわけ」の主人公はもう幻聴に支配されて、えー、どっか逃げ出しちゃうっていう、はいまあ、ロードムービー的な感じに進んでいくんですけれどもこちらの「イッツオンリートーク」の方では何かこの、えー、病気っていうのはもうすでに背景になっているような感じがして、えー、まあ 病気はあるけどそれはそれっていう感じがして、はい、でこの、えー、中で一番私の心に残っているのはこの,この一節なんですけども精神病というやつは病気で状態が悪い上に精神病であるという事実とも立ち会わなければならないので具合が悪いとあなんかこの病気の辛さみたいなものをすごくいい表現されてるなと思っちゃったんですけれども。はいそんであの ここからここまではやっぱり考えなきゃいけないことだよって患者でも考えなきゃいけないことだよっていうのと、うん、あの今考えてもしょうがないよっていうその区別も必要ですね。うんうん、だけど、まあ、これ実際自分自身ものやっぱり経験から借りてきて書いた部分もありますけど、うん、いつもリトクの場合はやっぱり長く続く軽い不調みたいなものがベースになってると思いますし動物と体の場合はやっぱりそう。 あの非常に消耗するけれど高揚するっていうところ、うん、でこの病気自体が何もない時だから双極、うん、性って2つみたいだけど3つですよね。の、うん、層の時鬱でもちろんその双の中でもこうよくなってからあ出てきてからその収まっていくまで鬱の中でもよくなっていくまで、うん、またこういう波があると思うので双極じゃなくてこう。 三等分ですよね。三等分、なるほど。三極性障害。三極性だと、ね、名前変えた方がいいですかね。<laughs> まあ、トリポーラーディスオーダー<の> <laughs> 何にもない時は何にもないっていうことを、意外とこれは大事なことで、何にもない時は本当にごく普通に仕事もできるし、あの人間関係もそのあれなんだけれど、そうやっぱり症状が出ているときとも別人のようになってしまう。うそうすると何でもないときまで信用されない。ここは辛い。何でもないときこそその 今までの遅れも取り戻したいですしあるいはあの何でもない時があるんだと思えば悪い時に休めるじゃないですか。うんなるほど,なるほど、まあ、その何でもない時を伸ばすためにあの通常、あの治療薬って気分安定薬っていうのを使うんですけれども、はい、以前この臨床精神学という、えー、私が編集員をしております専門誌にです、ねえー、今こそリチウム療法を考えるという特集をやった時に これはもう伊手山さんに原稿をお願いしたいと思って、まあ、こんな専門誌にですねこんなプロの、えー、一流の作家の方に書いていただくってもありえないことだったんですけどもお願いして、えー、リチウムについて書いていただいたんですけれども、ね、本当に素晴らしいあの短い、えー、短編なんですけれども書いていただいて、まあ、その中で、えー、リチウムっていうお薬の問題、えー、どんな薬なのかとかいろいろ書いてくださったんですけどもリチウムってなんか不思議ですよねこれ。リチウムって,だって あのー、携帯の電池とかねリチウム電池、えええー、よくネットなんかではリチウムのこと電池って皆さん書いてらっしゃるんですけど、ええ、あそうですか <laughs> 電池<が>よく見てらっしゃいますよ、ね、<laughs> ネットもいやいや,いや、ええ、はいどうしてこれが効くのかっていう どんな感覚なんでしょうね、い飲んだら毒だっていう感じがしますけどね、はい、そうですよね、まあ、でも一応山さんがこの話の中では、リ・リーマスっていうのはほうれん草系だって、聞いてるんだか聞いてないんだかよく分からないって感じっていうようなことで表現してくださってたんですけれども、あのテクレトールと、はい、あの比較してっていうことですね、テクレトールって、あの、はい、あれですね、あの、玄関の治療薬だったり、はいはい、あとはでも、 あの私ここの神経腸腫の手術した時に、うん、こう痛みがあった時にあのあ<ー>その時にいろんな痛み止めを試してたんですけど、うん、それは耳鼻科の方でテグレトールが出て,出てきた時のもうがっかり感、うん、それなら知ってるよ <laughs> <laughs> まあそれでテグレトールが私の場合はそのう状態を和らげるのにすごく効き目を感じたんですね。まあ、これれは主観ですけれど、うんで それはまるでそのこんにゃくを食べたら非常にお腹の具合が良くなったっていうぐらいこうの自覚ででもまあそれに対してリ言ー・マスはあのほうれん草を食べれば確かに栄養はたくさんあって体のためにはいいんだけどあほうれん草効いてるなって感じは食べてもなななかかしないですよね気分的にほうれん草を食べたから大丈夫かなっていうのはあるけれどこんにゃくの方がなんか分かったって体感する。これは薬の,あの 何が正しいか分からない中で自分はそういうふうに考えましたってそういういことを書いたんですねーこのリチウムが効いているのか効いていないのかよく分からないとかそういう感覚とかですね、まあ、そういうのを感じられてどうでしょう、この双極性障害の脳科学研究なんかに期待されることとか,なんかそういうことはございまず薬の相性が。あの 人によよって違いすすぎますよねで特に抗うつ薬私最終的には三関系の非常にまあ原始的と僕いわれる、まあ、昔の薬であるアナフェラリニールっていうのは聞いたその前にもうどん新しい薬も、まあ、SSRI その時代だとからまああのいろいろ何とか系何とか系っていうのをねこうそのために5か月入院して効、うん、かないと薬を買え効かないと買え ほかの人にはとっても効く薬だったりあるいは私にとっては非常に強すぎる薬が他の人はそれがあるおかげで穏やかでいられるということだったり私が期待しているのはもうちょっとこうある程度は例えば風邪薬を飲めばある程度は効くあるいは痛み止めを飲めば全部が全部万能ではないけどある程度は抑えられるそれから例えば,あの例えば ね、こう皮膚のあに、ね、ステロイドを使うあステロイドっていうのはなんかこういうふうに効くなってこうイメージがこう共有できる、うん、ところがやっぱり抗剤、まあこれは層の,の方の、ね、こうリーマスがリテグレトルでデパケンとか出たりいろいろ、ね、ロトピンだったりいろんなものが出たりしますけどあのこの細分化されすぎてるのがもうちょっとこうみんなで共有で,、うん、で共有が期待,期待っていうか。 ある程度の自分の経過がこうであろうなっていうところにつながっていくといいですよね、うん、そういう魔法の薬が欲しいですうどう効いてるかもわからないっていうのも不安感があるわけですかね、まあ、リチウムっていうのがうつ、えー、状態に効くっていうのが発見されてからもう100年以上経つんですけれども、えー、それを改良した薬というのは一個もできてないしかし、はい、リチウムは何で効くんですかいやそれがね <laughs> まだわからないんです、ええ、な,なぜリチウムはこれがメカニズムじゃないかっていうものがいっぱいあるんですね、はいはい、例えばイノストールモノフォスファターゼ阻害とかですね GSK3β 阻害とかいろいろあるんですけれども<の>それならその東のあれでいうとモノアミンとかそういうのを何とか阻害また全然、ええ、モノアミン系だと神経伝達物質のところなんですけれども伝達物質を受け取る側、ええええ、その細胞内のシグナリングに効くんじゃないかと言われてはいるんです、ええ、やっぱり電気の話ですか電気 でではないんですけれども情報伝達っていうのはもっとバイオケミカルな化け学的な伝達ですね、まあ、その辺に効くんじゃないかと言われてるんですけれどじゃあそれを似たような薬を作って効かしたらいいじゃないかと思うと思うんですけれどもないでどうしてできないかっていうとテストすする動物モデルがないんですよリッチウムと同じような作用がある動物モデルを しえー、あ薬を取ってくるには動物でテストしなきゃいけないですよね、はいはい、でも、そううつ病の動物がいなかったそれは、えー、類人猿とかでもあのねいろいろ文献調べたり皆さんに聞いて回ったり、ええ、獣医さんに聞いたりしたんですけどそううつの犬とかどうもいないみたいなんですよね、ええ、犬がいたりするとぜひそういう犬をお持ちの方を教えてくださいれそれで研究進むことありますんで本当に。ええはい ないんですよ。それで僕らとしてはもう作らなきゃしょうがないだろうというふうに考えましてですね。はいはい、まあ双極性障害っていう病気の原因遺伝子っていうのはまだ分かってないんで、ええ、まそれを探す研究もまずやってます。あの、はい、これもねすごくあの悩ましいところで、はい、そのうちもね親戚で結構双頭病の人がいたんです。うん、だから逆に私が大好きなおじさんとかが双頭病だったんで、そういう意味では自分がその診断 あの大好きなおじさんと同じ確かにおじさんがあの私たちが会いに行く約束してても「そうが出ちゃったから来ないでくれ」とか急に中止になることって確かにあったんですね。うん、であでもそのおじさんと同じものだったらなんとなく引き受けそれがあの一族で初めてだったらまた別の考え方になったのかもわかんないですけど。 でその遺伝と関係があるらしいけれど遺伝ではない一卵性ソーセージだとかなりの8割ぐらい2人とも発症するんですけども、はい、二卵性だと1割ぐらい。 5分ぐらいしかあの、うん、一致しないので、まあ、ゲノムがほとんど同じだと2人とも発症しちゃうということから、うんまあ、ゲノムが関係あるのは間違いないんですけれどもあの今までの、えー、遺伝学研究ではこれっていう遺伝子はままだ捕まってないんですね宇宙、ね、はだから親もまあ出てはいないですし、はい、あの上に2人き弟うだいで3人とそなんです5人家族で私は1人なんですが、はい、あの親戚に広げるとあの割と出やすい。はい はい、持続がおります。もうこういう風うに出たり出なかったりだと研究が進まないので、えー、必ず双極性障害になってしまうっていうようなメンデル遺伝型、えー、遺伝病で双極性障害も伴うっていう病気の原因遺伝子ですね。えー、まあこれをマウスに入れてあげると、まあ、そういうようなモデルマウスを作ったんですね。それでミトコンドリアが出てくる、ね、そうなんです。そのミトコンドリア病っていうのが、えー、あのかかっていると。えー 20倍ぐらい双極性障害にかかりやすくなるということが分かっていましてその脳だけにそのミトコンドリアの病気が起きちゃうようなモデル動物を作って解析したんですね。であの、えー、運動機能とか知覚機能とかいろいろ調べても特に異常はなかったので。あの 1>, 1年ぐらいずっと行動を観察するんです。わまわしを記録するっていう。ええ、で、ねあ、マウスなので、コロ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 っとわまわしを好きでやるんですけれども、それが好きなわまわしを時々しなくなっちゃうんです。2>, はい、2週間ぐらいしないんです。で、しないけども、また始めるんですね。で、これが何なのかと。われわれとしては、そうつ病を、ま、すごい研究なさってますね。<laughs> ネズミがわまわしをしなくなる。 またするるようになこれが本当にうつなのかというのが分からないんですけども、えー、えそれでうつ病の診断基準を改めて見てみますと、はい、まあ自責感とか抑うつ気分とか起死燃料。 これはちょっとマウスちょっとわかんないなと思ったんですけれども、他の診断基準を見ると、ですね食欲とか睡眠とか疲れやすいとか、とききなななこがでくる動きがゆっくりだとか、ですねこれ、ちゃんと評価すればいいんじゃないかなと思って、全部評価してみたところ、やっぱりうつ病の診断基準も満たしてるんじゃないかなと思っているんですで。それに対して薬をですねマウスに与えてやるんですね。 でさっきの抗うつ薬とかリチウムとかを与えてやると点急にそう状態になるっていうのを引き起こすようなタイプの三関系抗うつ薬っていうやつだとそう、はい、みたいな感じで突然動き出しちゃう、えー、それから、えー、SSRI ていうやつだとうつ、はいえー、が減るとそれからリチウムはやめちゃうと急に、えー、そういううつ状態が出てくるとかはい、はい、リチウムは急に、まあ、あの飲み忘れがね体がきついんですね。 あの二日酔いのひどいのみたいな感じですよね、うん、やめた後もまたいろいろ具合が悪いっていうのがあるじゃないですかリチームは中止後私はすごい減らしていってやめた、えー、<今>最後なんかもう全然効く量があるじゃないですか、うん、もうそれよりはその血液検査するともうはるかに少ない量しか入ってないていうものすごい時間かけてやったので。うん でもその薬をやめた時のリザー症状ってもうすごものすごく恐れてたんですね、うんで。飲み忘れの時のあの辛さをまた味わうんじゃないかと思ったんで、うん、意外と、まあ、これも個人差があると思うので、うん、絶対そうですよなんてことは一つの例でしかないですけど私、3月から民剤やめて4月からはもうリチウムもやめて、うん、で今は何も飲んでないんですけど 23週間は午前中のちょっと一時ちょっとなんかなんていうかなあの乗り物酔いになる寸前ぐらいのちょっとこのバス気持ち悪くなるかもしれないなっていうぐらいの不安感ちょっと不快感が。 ああったはあったたはんですけど例えば外に出ちゃうと気が付かないとか家で原稿なんか書いてるとなんかそういうことに気が付くけれど、うんあのー、実際に例えば他のことやってたり人と会ってたりすれば気が付かないぐらいそのぐらいの弱いものが少しありまして1ヶ月経たないうちにそれも全部なくなりました。うん こういうい実際にあの、えー、患者さんで、えー、けが経験されるような薬の反応というのが、えー、マウスで再現できればそれを使って今度は新しい薬をテストしたりすることができるようになるので、えー、こういうい反復的にうつ状態を繰り返すという動物ができた時点であのリチウムに似たもっと副作用の少ない薬とかを開発することがこれからできるようになっていくんじゃないかなというふうふに、えー、思っています。ああ、えー、あととみたいいなのでう機械に入れると薬が いいいてるるとか、うん、分かるよううになればですねそ<の>まず MRI で双極性障害を診断できるようにするには脳のどこが病変なのかっていうことが分からなきゃいけないんですけれどそれが全然分かってないんです私たちあのミトコンドリア病のモデルっていうので、はい、あの研究をしてきて一時期はですね利権に行った2001 年年から年ぐらぐいまででの間はですね双極性障害の原因の一つがミトコンドリアだと思って研究してたんですけども、ええええ、いろん,んな人がそう同じようなことを言ってんですよね糖尿病の原因はミトコンドリアだとかですね、ええ、パーキンソン病の原因はミトコンドリアだとか、ええ、どど差別化はどうするんだろうとか思ってたんですけど結局、糖尿病でミトコンドリアっていうのはあの、まあ、ミトコンドリアって細胞を支えているエネルギーを作るとこですよね。はいはい であのインシュリンを作る膵臓の細胞のミトコンドリア障害がや、はい、あるとインシュリンが足りなくなっちゃう、はいで、なんでミトコンドリアの症状があると糖尿病なのかというと今の今の我々の生活ってもう生物の歴史の中ではありえない状況ですよね。 生物いうのは基本的に食い物ないか食い物ないかって探して常に上をしのいでいる、はい、我々、なんかお腹いっぱいだけどラーメン食いたいなとかででですすねね、はい、これありえなないよので血糖を上げるホルモンはたくさんあるけれども下げるホルモンはインシュリン1個しかない。 そういう中で、えー、ついつい食べすぎてインシュリンが忙しくしているところでミトコンドレ機能がちょっと悪いとインシュリンのところにまず症状が出ちゃうついうこアンバランスなところにこう人間ってのは、ね、あるんですかねあのパーキンソン病の場合はあのドーパミンっていうのを作る神経細胞がミトコンドレ機能障害でやられちゃうらしいんですけどあドーパミンを作るっていうのは酸化ストレスっていうものが起きちゃって細胞が死にやすくなるんですね。はい でえー、ドーパミンを作る細胞自体が障害されやすいんですけどももともとはそんなこと問題じゃないんです。というのは人間っていうのは生物学的には、うん、まあ寿命40年ぐらいというような、はい、え設計で、はい、あの今みたいに80年90年生きるのはもう想定外ですよねでそうすると高齢とともにパーキンソン病ドーパミンを作る細胞がまず障害されちゃうと、うん、まあそうなると双極性障害ってどこが障害されてる病気なのかっていうのを僕はだんだん疑問に思えてきたんです。 それ先生がその思われるその、まあ、こういうものを目指しているあるいはその未来の姿っていうのはどういうことなんでしょう いやそれがねやっぱり一歩ずつ進まないと見えてこないんです、えー、あの白杖の中にもありましたけれどもえその場所では見えないことが少し進んだら見えるいやあるいは逆に一歩戻ってみると見えるかもしれないっていう記載があってなるほどなと思ったんですけれども,もう我々もまさにそうで最初やってた頃はミトコンドリアしか見えてなくてそこへ向かって突き進んできてみると。 糖尿病もパーキンソンもミトコンドリアじゃないかと周りを見渡してみてですね、えー、次にやるべきことはどこの脳のどこなんだっていうことなんだってことが初めて進んでみて分かったんですね。 それであの、えー、そのモデル動物ができた時点で。今度は脳のどこが障害されてるのかっていうのを探そうということで。ええ、ミトコンドリア機能障害がどこにあるのかっていうのを調べる方法。まあ、こんな方法は誰も、こんな研究誰もしてないので。<え>まず技術開発からやらなきゃいけないんですね。はい,はい、はい。で、そのミトコンドリア機能障害がどこにあるのかっていうのを調べる技術。っていうのを何年もかかって開発してですね。はい、えー、まあ、最終的には脳をものすごく細かく切り分けて、全部。 DNA を抽出し調べるっていうもうなんというかじゅうた爆撃的な方法でやったんですけれどもそれによって分かってきたのが視床失望核 PVT と呼ばれる場所が一番ミトコンドリア機能障害が多かったんですよ。これインタビューの中でもやっぱりそのかあの特にまたこういう精神病の場合例えばあの私も良性腫瘍できた時はそれを出して別にそれを、ね、切り刻んでもらっても、うん ね、手術で取っちゃったものはいいわけですしあれですけど精神障害の場合はやっぱりその人間の脳をなかなか亡くなった方でも検体ていうことが、ね、難しいしその,、はいね、その例があの少ないっていうのが大変なことだというそうななんですねにってましたね,ね、はい、まずそのマウスで,で、ね、PVT っていう場所に異常がたまっていて<え>しかもそこを、えー、機能を止めてやる。 まあそういうい技術がありましたこれは、えー、私どものセンターの利根川センター長が開発した技術で、はいはい、特定の場所のニューロンだけの機能を止めてやると、はい、まあそういうマウスを作ってくださってそれをいただいたんですけどそ,すそれを使ってその PVT って場所の働きを止めてやるとまた、ね、2週間ぐらい動かないうつ状態が出てきたんですよ、はい、だからあここが原因じゃないかと少なくともマウスでは思ってるんですけども。 ただ、ね、マウスでそこが原因だと言っても実際に患者さんの原因がそこかどうかわからないとなんだかそのクリスマスの豆電球みたいなクリスマスにこう豆電球みたいなのよくあのライティングとかするじゃないですか、はい、こうつながっていてそれ,であのそれがこういっぱい枝分かれしていてこっちが光ってこっちを止めてやるとかそういうイメージがあるいはあるいはあのーまあ、こんあのネットワークの,あの、まあ、ア,ルアルゴリズムといったネットワークの理論みたいな。 そういうういいものののと何か脳のの仕組みっていうのがそれこそ1970年代80年代にはそういうコンピューターのネットワークのいろんな仕組みっていうのが我々も知らなかったわけですけどそういうことが進んでくるとその豆電球のどこが。今 脳科学の研究の中で一番問題になっているのが回路っていうことでして、えー、まあそういうあの脳のこことこことっていうふうなマクロの回路と要するにもうあの脳の中にこういっぱい電飾がクリスマスみたいになって,て、えー、それがこう右の方が赤い電飾で、左の方が青い電飾でって、そういうイメージです。私が今考えたのそ,そういうのがマクロ回路マクロサーキットっていうんですけれども、えーえー、その各場所にまたミクロのサーキットがあって、 回想性があるんですけれども、うん、でその一つの豆電球の周りでこう、はい、またこの関係があるわけですね。そうなんですだからわれわれ PVT っていうところが原因じゃないかと思ったんですけどもそこは豆電球の1個だけでそこにつながっている場所、うん、えネットワークが問題じゃないかと。はいはい、で PVT とつながっている場所っていうのをいろいろ調べた人たちがすでにいまして、はい、え聞て。 見てみると、扁、ま、桃、あ、体っていう恐怖に関わる場所とか側、はいはい、座核っていう報酬に関わる場所とかあと、あ視床下部の失望核っていうストレスのセンターとかあと、セロトニンの神経とかあとは、日内リズムに関係してる、えーはいる視光・左上閣っていう、まあ、そういう。うん なんだろうつ病や双極性障害と関係ありそうだと言われている場所すべてつ,つながっている場所だったんですね、えー、そこ自体はほとんど注目されてなかったんですけども、だからそのサーキット全体が何か変調を来す病気なんじゃないかと思って、えー、研究を進めたいと思っているんですが、その PVT っていうのは人の脳でどこか分からないんです。分かななくははいんですよ、えー、実は あのアトラスっていうのを売ってまして人の脳アトラスって買ってきたら PVT が載ってたんですね、はい、おお、これこだーどういうことですか、<laughs> <の>ちょっと今、今ちょっとあのー、難しすぎてわからなかったんですけどあ<の>もうちょっと脳、あのー、地図っての売ってるんですね、研究したように、はい、でそれを見て僕らが知りたい場所を見たらここですって書いてあったんです、はい、あここなんだと思って信じてたんですけどね、ええええ、で文献を検索してみたらそこを人で調べた論文は1本しかなかったんですよ。わ <laughs> <laughs> じじゃゃあそれは立証なんでここだって分かったのかなと思って、えーえー、その「アトラス」っていうのを書いた先生が何しろ脳科学総合研究センターなので、はいはい、えちょうどねレクチャーに来ていただいた時があって。えー あのこれどうやってこの場所決めたんですかって言ったら、うん、まあ大体この辺じゃないかと思ってねみたいな感じ <laughs> そんなに大した根拠はなさそ君がちゃんとどこにあるか発見したら僕がそこに場所をちゃんとつけてあげるよみたいな感じです、ね。何だか、この南極の地図とか月の地図の話聞いてみたいです、ね、な,ない地図なんですよね。えー、だかかからら地図はここれなななきゃいけないけとで、はい、なのでの今、えー あのカナダのブレインバンクからその辺りの脳を一部いただきましてどこからどこまでがこの人で PVT という場所なのかというのを調べてまあそこが患者さんでそこに何か障害があるのかどうかというのを今後、調べなきゃいけないんですがさっきおっしゃっていただいたようにあの精神疾患、さっきあの診療と研究と全然つながってないと言いましたけれども臨床してたら患者さんの脳に触れる機会はないと。 いうことで実際あの、日本中探しても双極性障害の患者さんの、えー、亡くなった方の脳を保管しているところって本当にちょっとしかなくていやそれ私自身だらいい <laughs> でも何かそういうふうに思って例えばほら <laughs> アイバンクとか、あのー、臓器移植のこととかそういう意思表示のあれも、うん、例えば50年前はそんな発想なかったでしょうしうん、うん、家族の反対も。 今また変わってきてるじゃないですか骨髄バンクにしても、はいでね、で昔だったらそんな親からもらった骨、ね、髄を抜くなんてとんでもないっていうような話だったかもしれないのが今そういうので生かされてるんだよっていうのは何かそういうものも。 じゃあどううしてていいいいかっていうのは我々本当に知らないんですよね、はい、それで今ブレインバンク活動っていうのをしていまして、ええ、あの実際とにかく精神科の病院で精神科の患者さんが亡くなるってことはほとんどなくて、はい、皆さんがんとかなんとかで亡くなるわけですので、はい、あの実際その脳、えー、を冒険するって機会がないので患者さんにご 登録していただいて、ブレインバンクって健忘カードっていうのを持ち歩いていただいて、ここはやっぱり臓器移植とか一緒にここで一枚で、そうですね。将来的にはあの運転免許の一箇所に臓器移植マルカバツカとかありますけども、ブレインバンクブレインバンクマルカバツカみたいな、そういう運転免許ちょっとあれですね。まあそういうような風になったら、もうちょっと研究が進むのかもしれないなとは思いますけれどもね。でも例えばあの。 例えば、過去三十年と、えっ、ー、と、ここ。今からの過去十年とで、研究の進み方の速さっていうのは違ってきてますか。それはまあ、全然違っていくと思いますね。やっぱりこう分かってきたことっていうのは、ものすごく増えてきてるんではないでしょうか。そうですね。うん、この二十年の脳科学の進歩っていうのは、ものすごく大きいと思います。はい、で、それまでの、なんていうか、今、あの、巷でテレビとかでやってる。 ちちょょんんつきの脳科学っていうのはほとんど大脳皮質のことですよね。ここが運動やでここが前頭葉でとかそんな話ばかりですけどもなぜそういう話になるかっていうと MRI でで見えるからですよねなるほど人の脳を MRI で見るとほとんど大脳皮質じゃないですか。 ちまたの脳科学では脳大脳皮質のことしか扱われないんですけど、えー、人間の本質的な行動を決めたりこういう躁うつ病を含めたいろいろな病気を引き起こしているのは脳の中のもっと小さい部位で実はそういうあの感情に関わる小さな部位っていうのはあのラットとかの大きさからそんなに変わってないんですよ。うんうん、なので m r で見たらもう1ミリもないような小さいとこなんですね。そこなんですか だからそういうあの本当にちっちゃいところまでを見えるような技術っていうのを開発しないとあの聴覚性障害みたいな病気を脳で診断するっていうところまでいかないんですけれども、はい、ま病院でそういう技術を開発するのも難しい。ええ、まあ、我々の勤めている理化学研究所は、はい、ま中に脳科学線 研究センターがあって私働いてますけど周りには物理とか科学とか工学とかえコンピューターサイエンスとかいろんな人たちがいましてまあそういう中に脳科学総合研究センターっていうのがあるためにまあそういう物理や科学の最新の技術で,ですね脳を見るっていうような技術の開発っていうのも進めていましてまあ今後10年ぐらいの間にもう画期的な MRI を超えるようなイメージング技術っていうのをもう開発していかないともう次がないんじゃないかなと思ってるんですけどね。 でできたらいいですねこう,、えー、こういろんなほらこういう重量波だとねこういう重力波か、はい、ね光子の性質がこうであるとか今までの物質にはなではちょっと想像できなかったようなこういろんなものが発見されてる中で何かそういう脳の中がねそのここはこうなってるからあの実際に具合が悪いんだっていうことがそれが分かればあの 非常にこう生きるストレスっていうのも、はい。 違ってきますよね、はいまあ、その脳を見る技術っていうのが一つ進歩すると一気に研究が進みましてそれで解明できる病気診断できる病気がわっとできるだから X 線ができたらそれによって診断できる病気が治るようになって、ね、X 線 CT ができたらそれで診断できる病気が今度治るようになって MRI ができたら MRI でしか見れない病気が診断できたり治るようになってっていうのを繰り返しているのでやっぱり脳科学の技術開発っていうのは本当に本質的に 重要だと思いますね、はい、でもあのその研究が加速的に良くなってきてて本当に例えばこの10年で変わるよっていうことを私たち知れば10年って言ったら私あの今度50になるんで10年やったらまだ還暦になってないですからね、うん、でもそういうふうにいやそれがもう自分があと50年かかるよって言われたらあ,あもういないかもしれないなって思いますけれど。あの 希望が持てるっていうことはそれこそ精神に関わる悩みをねお持ちの人たちにこの10年ではもうずっとあなたが今例えば25歳で悩んでる人がいやいやあの全然そんな老後じゃなくてもっとまだ働き盛りの頃によくなるかもしれないってそういうふうに 我々思えると違ってきますよね,すね20年前はまだ脳のことがあ,んま,あまりにも分からないことが多すぎたこの20年の研究で脳の基本的な回路というものが分かってきて、はい、さらにその回路と行動の因果関係というのを調べる方法ができるようになってきて、はい、まあ先ほど PVT というのを機能を止めてやるとうつ状態が出てきたとい、まあ、そういう場所がひょっとして原因かもしれない。 あのー、今これもうなんかす,すいません,なんか直感みたいなイメージの話ばっかりであれですけれど、あのー、土のことを今考えました土 <laughs>、えー、あの土っていうのはあのー、一つの土の粒の表面積ってものすごいんですよねあ<ー>あの広げるとものすごいあのちょっと数字的に合わせれましたけど本当に土一粒の面積っていうのはあのー、バーッと広げた。うんでその っていうのものもそ土一粒みたいなところにものすごくいろんなきっとこういうイメージですけどねあのそれだけのたくさん広げたこの地図の広さがあって。 はい、そのまさに神経細胞一個一個,一個っていうのが、今おっしゃったように表面積が広いっていうか、神経細胞自体の大きさは数十何マイクロメーターですけれども、そこからものすごい長い突起が出ていて、大脳皮質の神経細胞の突起なんてもこの辺まで来て1メートルぐらいあるわけですよね。気持ち悪いですね。同じ細胞が1メートルあるってありえないような細胞ですよね。だからその表面積とかそこにシナプスが何千も作っているっていう状況ですので。 不思議な細胞ですこれはなんかこの辺引っ張ったらなんか頭の中が, <laughs> 中が痛くなるそういう脳が作ってる、えー、から起きてる病気っていうのを解明するには脳科学のこの20年の進歩に基づいて今後20年の間に、えー、いろいろな双極性障害に限らず、はいえー、脳の病気っていうものをすべて解明していかなきゃいけないと思いますね。 で、えー、新しい薬を作るとかそういうことも必要ですよね。じゃあもう本当に40周年の時にこうねこう歴史を語るみたいな話になったら <laughs> もう今って本当に暗黒時代みたいなものと思んす <laughs> 産業革命以前みたいな。まあそんな感じかもしれません。あの頃は蒸気機関もなかったんですよっていうような話をもしかしたら20年後はできてるかもかない、ね、そうですね。あの先ほどあのあ薬がわからないっておっしゃってましたけども、はい、20年後になったらえ。 消極性障害なんて診断された人にみんな同じ薬処方してたのそららんぼなぁとか言ってどうしてゲノム見て DNA で判断しないの脳の写真で薬選ばないのなんていうふうになるはずですよね、えー、なってほしいと思いますけれどもにでも逆に自分がその歴史のそういう今はそういう一点にいると思うと。 例えば過去のことをあれした場合につい今から見ちゃうと電気もなくて不便だとかあの、ね、車がなくて不便だとか思いがちですけどその時代としては常にあの現代というのはあの例えば江戸時代の現代というのは最先端だったわけですね。なんかついつい私たちこう今から昔って見ちゃいますけれどまあ今私たちもそういう錯覚に。 問われていていやっぱり歴史上の一点にいるななんていうことを考えたりもしますよねもう白杖の最後のところにの雰囲気に<笑><笑><や>そういうようなところであるんですけれどもい,いやそうなんですだんだん未来と過去というものが分かれられるようになってきたという話でですよね <laughs>、はい、だから今後20年の脳科学の進歩によって、えー、この精神医学というものを全部作り直すというようなことが私の目標かなと。<laughs> 思っているんですけれども、はい、まあ20年後にそう語れるかどうか頑張ります<や>ぜひ脳科学への期待などこの一言いただけるとありがたいんですけれども <laughs> 私あの小説なんか書いててあのすごくやっぱり理系のものが好きだっていうのは物理学なんてまあこういう科学雑誌が好きなぐらいですから物理学とかって私計算全然できないですけどもう びっくりすするようななダイナミックな発想から出てきますねそれってある意味芸術の例えばあの岡本太郎さんのようなう誰も考えてなかったようなすごいものを作り出すことと何かそういうことで影響をこう受けたいと思ってますし逆に私どもの,その,あの小説とかそういうまあものづくりの方の発想がまたあの響き合って影響で、ね、あの。 いい影響をお互いを及ぼせれば何かそういうお力になれれば嬉しいなというふうにも思いますいやありがとうございます。 まあ今回はその人文社会の興味を物理科学で研究する農科学とえ生物学やえ理,理系の興味を文学で実現されているえこの伊藤山さんというえコラボレーションで非常にあのえ楽しいひと時を過ごさせていただきました。本当に楽しございかったです。ありがとうございます。ます理研100年農センター20年そして伊藤山さんのえ谷崎賞受賞それからえ芥川賞受賞10周年 <laughs> まあすべて兼ねました。 今回のトークをこれで終わりにさせていただきたい,と思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。伊藤山さん本当にどうもありがとうございました。